名東産業株式会社は愛知県名古屋市西区笹塚町2丁目41番地に本社を置く食品メーカー。1945年に創業。この時は配置薬のメーカー、富士製薬として発足し、1953年に旧名古屋製刀の子会社で食品メーカーのオックス製菓を吸収合併し、現社名となった。社名、並びに、 ブランド名の名刀は旧名古屋製党から資本を受けていることから、その名古屋製党の略称に由来する。また、食品以外にも化成品営業部があり、こちらでは医薬品、酵素、動物用飼料などの製造を行う。看板商品は1970年から発売しているアルファベットチョコレートで、当時は古食タイプが主流であったチョコレートを大袋で、 発売しファミリー向け商品として人気を呼んだ。2016年のバレンタイン商戦では、名古屋市の東山道植物園のイケメンゴリラ、シャバーニの写真をパッケージに使用したオリジナルデザインのアルファベットチョコレートを発売した。2020年に発売50周年を迎えたことを記念し、毎年10月26日をアルファベットチョコレートの日と制定した。日付は、 一口チョコであることから、一口を10と表し、アルファベットが26文字であることを合わせ10月26日としたもの。アルファベットチョコレート2010年7月28日に、名古屋工場で生産していた飴の不良品の一部を水で溶かし、そのまま下水に流していたことが発覚した。違法性の認識のないまま、3年ほど前から1日、数百キロ出る。 不良品のうちの数十キロを粉砕し、水を流しながら、網目状の袋で包装紙等を分離した上で、さらに水を流して捨てており、多い時には月に1トンにも上っている。なお、流した排水は、名古屋市下水道条例に準拠していると主張している。ありがとうございます。